さあ、それでは続いてまいりましょう。続いてのぜひもんはこちらです。羨ましい長者番付発表ということで、高額納税者番付、いわゆる長者番付が発表になりました。毎年入れ替わりが激しいですね、今年は株でとか今年は、相続でっていろいろあるんですが、その中でも実は常連の人という人がいまして、その謎の人物に迫りました。常連さんですね。はい。そしてリアルタイムが注目したのが6位にランクインした斉藤ひとりさんと読みます。54歳の方ですが、毎年いろんな顔ぶれを見せる長者番付の中でなんと9年連続ベスト10入りをしている人なんですね。この人だけです。この不況の時代にこんな記録を残しているのは斉藤さんだけ。過去9年間の納税額は合計なんと138億円でございます。すごいです。スリムが何よ、スリムが何よ、スリムが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 ドカーン、ドカンドカンスリム。フリーダイヤル。このコマーシャルでおなじみの自然化粧品販売会社銀座丸さんの社長を務めるのが斉藤ひとりさんなんですが、カメラが嫌いなのか全く映像がございません。ということで銀座店を突撃取材いたしました。会社を設立したメンバーの一人で斉藤社長をよく知るこの方に伺いました。どちらにいらっしゃる？旅に出てると思います。そうですね、日本海あたり行ってるんでしょうかね。日本海あたりだそうです。まあお社長ほとんど一人でね、旅行されてますから、観音参りがねやはり好きですよね。旅をしながらね、またポッとこうひらめくんですかね。そしてひらめいたのが大ヒット商品スリムドカンなんだそうです。他にもスピード整形美容水や整形洗顔フォームなどたくさんの商品を生み出してきました。で、何か長者番付の常連のパワーにあやかれないものかと探してみたところ、ありました、ありました。これです。こちらの紙袋なんですけど、純金のこのカードを作って、玉のこしに乗ったとか、宝くじが当たったとか、体験談がこちらに寄せられてるんですよ。ただ今もう本当に予約待ちの状況ですね。お札が効くかどうかは分かりませんが、かもしれませんね。ただまあ9年連続でトップ10にランクインしてるというのは、顔出しないのも珍しいですね。ぜひものコーナーは以上です。